Hi, this video is about two types of English sounds, stops and nasals. Here comes Robo-kun to tell us more. シャンパンのボトルが開けられるとき、ポンと大きな音がします。これはシャンパンのボトルの中の空気が一気に解放されるからです。同様に、声道の中の息を完全に止めて、そして一気に解放させることができます。この種類の芯は、閉鎖音と呼ばれます。英語には、6個の閉鎖音があります。ば、ば、だ、く、が。子音を発音するとき、息は通常は、口から出ていきます。しかし、鼻という、もう一つの通り道を作るために軟口蓋を下げる、こともできます。口のどこかで、通常の息の通り道を塞がれて、代わりに、鼻から、息が出ることで、鼻音が作られます。英語には、の三つの鼻音があります。このビデオはこれで終わりです。サンキュー。Goodbye.